番目を見てるの、今日見ていると思うんですけど、大体音楽には皆さん興味を持ってるわけですし、ゲーム、アニメっていうのも上位に来てるんですけども、外国の方も含めた全体の集計っていうふうになってます。例えば同居してる人と一人家族なのかっていうことを調査しながら見ておりますので、また実際に申していきたいと思います。でこちらもですね、お塩を向けなくてでも飴が食べたいみたいな時はすごい私たちがこうなんかやったりするので、でもさすがにリップ塗るとかは予約すると勝手に登録はしといてくれるっていう。本当に人間同士でカーナビゲーションしてくれるんで。もう走ることに電気を消費するけど、走ることによってまた回復。ここに電気が溜まって夜になると使ってくれるっていう。家電だったり自分の車椅子みたいなものをすべてそのブレインマシンインターフェースだけで操作するみたいな実験もやってるみたいで、あれこれ誰かな、究極は空気を呼んでくれるみたいな。デザインの世界って、誰かのためにデザインするっていう、そういう発想が多いんだけども、どっちかというと今回のテーマは自分が興味を持ったところを深く掘り下げていくっていう、そういう形になると思うんですけど、誰かのために自分の中でどう人を扱うか、非常に重要なものかっていうのは、座る感じですかね。エアコンが回るかとか。シャーシの部分はそのままにしてみる。今日はですね、ちょっとアイディアを練っていったんですけど、ちょっとあまりなかったかなと思ったんで、ちょっと。先週、演奏してたんですけど、今回調べてきた結果でちょっと新しい切り口が見えたんで、まあさらに新しい切り口を目指して頑張りたいと思います。それからインターネットでいろいろな新しい技術を調べてアイデアを考える以上で、でだから、来週までにたくさん新しい技術を探してきて、設計是现在比较想做，然后今天看到，robot 都，可能在新的应用上面的技术，这样自己是还蛮想做，希望。いいですか？はい。今日はやたら付箋を使ったので、紙だけじゃなくてどんどん付箋もこれ全部なくす勢いでいこうと思います。頑張ります。はい。